はい、えー、こんにちは、レトスのお野です。えー、まずはじめになんですけども、今日10月15日で、今の現状の割引価格、 が、今日で終了になります。明日になりますと、えー、値上げ、えー、させていただきますので、来年絶対合格したいという方は、今日のうちにお申し込みいただければと思います。明日16日になりますと、えー、値上げになりますので、ご了承いただければと思います。えー、個別指導の概要については、この動画の下の、えー、概要欄ですね、えー、そちらに URL、えー、貼っておきますので、そちらのリンクから個別指導の詳細をご確認ください。えー、それでは、11月15日の、えー、3本に入っていきます。 A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったそして C が B に催告をしたが B は追認を拒絶した無権代理行為について C が善意無過失の場合 C は無権代理人 A に対して A 所有の土地の引き渡しを求めることができる丸かツかという問題です 考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文をご確認くださいえ答えは C は全員無過失なので C は無権代理人 A に対して B 所有の土地の引き渡しを求めることができますよって丸ですね B が本人で A が無権代理人で C が相手方ですで今回相手方っていうのは全員無過失ということですねつまり A が無権代理人であることを 過失なく知らなかったという状況です。で、本人 B が追認拒絶した場合、善意無過失の相手方っていうのは、無権代理人 A に対して契約の履行請求、または損害賠償請求をすることができます。よって丸なんですね。で、これ実は、これ普通に考えると当たり前の話なんですね。でそれはなぜかというと、代理権がないにもかかわらず、代理人として土地を売られたら、本人 B は困りますよね。 また、相手方 C も困っちゃうわけですよ。無権代理人が勝手に土地の売買契約をしたってなったら、本人も困るし、相手方も困ると。で、そして本人 B がそんな契約知らないよって追認拒絶したら、相手方 C が一番困るわけですよね。もう B としては追認拒絶したわけだから、もう契約はなしにすることがもうこれできるわけですよ。じゃあ、ちゃんと契約をしたら C、これどうなるのって話になるわけですよね。 契約したにもかかわらず、その契約の履行を受けることができないわけですよね。相手方 C としては、この土地をも購入することができなくなっちゃうわけですよね。だから、相手方 C は、無権代理行為について、過失なく知らない。つまり、善意無過失の場合っていうのは、相手方 C は、無権代理人 A に対して、責任追及できるルールにしてるんですね。悪いことしたのは、無権代理人 A さんです。で、迷惑をこむったのは、相手方 C です。 つまり、迷惑を被った C は、悪いことをした A さんに対して責任追及できるという話なんですね。そして、その責任追及の内容って何なのかっていうと、契約の履行請求、つまり土地の引き渡しを求めることができる、もしくは損害賠償請求ができるという話ですね。で、問いにですね、宅検業者 A、公検知事免許を持った宅検業者 A は、公検知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。 この場合、公権知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることができる。丸かツかという問題です。え答えはツです、えー。2年ではなくて1年ですね。1年以内の期間を定めて業務停止を命ずることができます。まず、指示処分に従わなかった場合、これは業務停止処分自由に該当するんですね。まあ、今回で言うと業務停止処分を行うと。でこの場合、業務停止の期間というのは1年以内でなければなりません。 したがって、高見知事は A に対し2年間の業務停止を命ずることはできませんので、誤りです。まあ、これは基本的な問題なんで、えー、絶対頭に入れておきましょう。もう業務停止の期間っていうのは1年以内だって、これも覚えたらいいだけなので、これは覚えちゃって構いません。で、問い3ですね。市外化調整区域内に所在する、えー、農地法第3条第1項の許可を受けた面積6000平米の農地を購入した A は、 事後届出を行わなななければならないいかかという問題です答えは×です。農地法3条の許可を受ける場合には、例外として国土利用計画法の事後届で不要なんですね。よって事後届で行わなければならないと書いてあるので、これは誤りだということですねで。対比して覚えていただきたいのは、農地法5条の許可を受ける場合っていうのは、それだけで届出不要とはならないんですね。 もし、市街化調整区域内の面積6000平米の農地を購入した場合、一定面積以上の土地を取得したことになります。まあ、今回、市街化調整区域なんで5000平米以上ですよね。これが一定面積以上になるんですけれども、6000平米の農地なので、一定面積以上です。従って、この場合っていうのは、飼い主は届出が必要になるんですね。 5条許可を受けて、市街化調整区域内の6000平米の農地を購入した場合は、買い主は事後届出が必要となります。で、これなぜこのような違いが出てくるのか。これ理解するとですね、3条5条どっちがどっち行っても覚えなかったとしても、これ答え導けるんですよ。 で、この点ちょっと長くなりますので、個別指導でお伝えいたします。まあ、こういった部分をちゃんと理解していくことによって、頭に定着してきますので、それが合格につながるんですね。まあ、これ1問だけだったら1点ですけども、こういった部分っていうのはたくさんあるので、それを積み重ねていくことによって、確実に点数を重ねていって、合格を勝ち取ることができるということです。 で、初めにもお伝えした通り、個別指導、今の価格っていうのは今日までです。明日になりますと値上げになりますので、早めにお申し込みいただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。